いかがでしょう。バニーとは異なる夏の装いです。似合っている。それは良かった。ああ、お気づきですね。そうです、この傘は形を変えたロンゴミニアドです。ルーラーは最低者のクラスなのだとか。ならば私はバニーにして最低者、ふさわしい姿を選んでみましたが、いかがでしょう。感服しました。清掃をもたぬ霊気としての私にここまでお付き合いいただけるとは。その期待に応えるべく私は戦いましょう。カードでの戦いと本物の戦いのどちらなのかですか。それはもちろん両方です。カードをご所望でしたらいつでもおっしゃってください。今日の私のカードは冴えていますよ。我がカジノキャメロットに集ってくれた勇壮なる騎士たちよ、その忠義見事である。そして実に助かった。私はいい部下を持ちましたね。あなたはあまり慣れていないようですね、カードに。大丈夫、私も最初はそうでした。修練こそが全てです。いずれの水着剣豪もなかなかのくせ者です。やれやれ、いえそれでこそと言うべきでしょうか。催しとなればバニーの出番もきっとあるはずです。マスター、共に赴きましょう。いや、マスター、何でもありません。嫌いなものは、マスター、私の嫌いなものなど聞いてどうするのです。そんなことでは、カードに強くなりませんよ。お出かけですか、マスター。それともカードで遊びますか。好きなもの？ああ。この霊気でいると自然とカード遊びが好きだと感じますね。不思議なものです。ついに私も水着の霊気を得ましたよ。大人の魅力というものを見せてあげましょう。そうか、あれの。引き続きよろしく頼む。聖杯がどうこうという話は今は関係ありません。いいですね、マスター。いいですね。お出かけですか、マスター。それともカードで遊びますか。いや、マスター、何でもありません。それではデュエルスタートです。楽しませてくれますか。バニーの力をお見せしよう。さてカードはどういうか。よしよし、いい子だ。
はい、そうですね、そのように。せい、はっ、光よ、カードの真髄お見せします。カードの力は光の力。くっ、この程度。カードに興じすぎたか。しまった。カードは楽しめましたか？良い勝負でした。霊気が安定してきました。ありがとうございます、マスター。散歩の途中なのですが、仕方ない、お相手しましょう。アフタヌーンティーの時間です。良い風ですね。はい、そうですね、そのように。えい、やっ、ライオンさん、槍よ、いえ、傘よ、吹き飛べ。ああ、傘が、あ、つまずいてしまった。慣れない服のせいでしょうか。では散歩に戻るとしましょうか。ごきげんよう。霊気が安定してきました。ありがとうございます、マスター。それではデュエルスタートです。楽しませてくれますか？バニーの力をお見せしよう。さて、カードはどういうか。よしよし、いい子だ。はい、そうですね、そのように。せい、はっ、光よ、カードの真髄お見せします。カードの力は光の力。くっ、この程度。カードに興じすぎたか。しまった。カードは楽しめましたか？良い勝負でした。霊気が安定してきました。ありがとうございます、マスター。